エビフライのカレーライスのとんでんこもりの川のせせらぎやはろみなさんこんにちはみやびんです今頭に出てきたことを全部言ったらこうなったはい今日はこちら「港区女子って何?」ですひもじいです「字ですなーに?」はい「なーに?おい」い のーにまあねあの1位パパ活の時にね、うん、あの港区女子って言葉が流行りましたけれども、うん、実際ね周りの人からも聞かれるんですよね港区女子でいろいろ時代ごとに変わっていくんですけどで人とそれぞれ捉え方違うんですが、まあ、基本的に港区女子というのはまず簡単に説明すると港区に住んでるとか それも含みますけど、えー、活動のの場所のメインが港なのでパパ活も港区でお金持ちとやる人たちは多かったので港区女子ってくくられちゃいましたけどうそうじゃなくこれはもうねどんだろうなもう20年いやもっとだね、まあ、見てきて、まあ、ずっとだね続いてるんですけど。 まあ、ガーシーがねまた港区女子っていう港区を浄化するとかってってまた言葉がね、うん、出てきてだから周りからね、うん、港区女子って本当は何なのとか聞かれるんですが、うん、まあ昔から変わってないんですけど、まあ、でガーシーさんはねあのアテンダーなので、えー、本当に数千人の多分女性とネットワーク持ってて、うん、それをアテンドしたりしてるんですけれども。 まあ、例えば、えー、っと僕の場合だとあの僕はアテンダーじゃないので <laughs> ただあの港区の「踊る方のクラブ」のイベントのオーガナイザーをやっていたのでオーガナイザーっていうのはイベントを企画プロデュース運,運営っていうか開催する側の人ですけど、まあ、それで、まあ、DJ 呼んだりあの集客したりってやるんですが。 まあ港区の特に六本木西麻布とかあの辺の、えーまあ、骨董通りまで含みますけど、まあ、あの辺のクラブ踊る方の、うん、まあ必ずビップルームがあります<ー>まあ昔だったらディスコビップルームがあります、うん、でまあねそこでイベントとかやるとやっぱりあのなんだろうビップルームに来るんですよ 芸能人とか、あの実業家の方々が昔から、うん、頻繁に来るの。まあ開催すると来るね。<ー>でビップに通して、でそこでやっぱりあの接待というか。うん、酒継いだり、話し相手になる女の子が必要なわけですよ。うん、そう、そういう子たちは、僕らオーガナイザーも知ってないと。ちょっと今度のイベントでビップ入ってくれる、うん、いいよとかって言って。 そういういい子たちは昔からいます、うん、でそれ以外に、えー、港区にある、まあ、六本木に遊ぶ界わいが中心ですけど、うん、バー会員制のバー含めてそこで働いている女の方でそれだけじゃなくもうでっかいクラブになりますと名前言わないけどまあ有名なのもいっぱいあるけど。 ミュースとかつぶれちゃったけどまあそこでねあの表向きお客さんなんだけどまあ実は、えー、なんて言えばいいのかな、まあ、当然ビップルームがあってそこに偉い人とか有名人が来た時に話し相手とかお酒一緒に飲む要因として。 ちゃんとバイト代というか、うん、お金をもらっている子たちがいるんですよ、うん、お店から。うん、で当然そういう子たちと僕らもつながっているので、うん、アテンダーじゃなくても、うん、そうするとそういう子たちがリアルタイムにメールとかで、まあ、今だったらいいんですよね。 しつこくて困ってるとか誰が来てなんとかちゃんお持ち帰りしたよとかリアルタイムに来るんですそれを数千人レベルで知っているのがガーシーです。そ強いわだから本当にね港区に生息してたり働いてたりえクラブで遊んでたり VIP に入れる子とかそういう子たち全部含めえそういう。 遊びに来る有名人実業家の方たちのその時の行動を全部見て、ね、まあ中にはその人といたしてる人もいるし被害に遭ってる方もいるしだからねあのうちもねだからイベントやった時にまあうちにいる今もいるまあ所属の子とかもイベントで、えー、と手伝いで入ってた時に<ー>まあ ま捕まったから言いますけど、また、うん、まあ元カトゥーンの田中幸喜とかしょっちゅう来てて<ー>イベントに、うん、で酔っ払いまくってまあその子のまあその子の先輩も俺はプロデュース昔してたんだけど、うん、その時にまあ酔っ払って、えー、クラブのロッカーに女の子の顔を彼はギャーンってやってるからやばすぎマジ速攻電話来たからやられたーって言って。 そういうことがねすぐだから毎晩そんなことが繰り広げられてるからそういう情報が来るんです俺んとこにも来るん。うん、今誰来たよとか,言ってなんかこうこうしてるよとかいろいろ来るのでそれのもう半端ない規模な情報を集められる人がガーシーなのでまあみんな特で遊んでる人全部丸裸になってるだろうなっていう、うん、だからそこにいるね 女子のことをもう今はひっくるめて港区女子と。<ー>でその子たちは芸能界の下積みの子とか芸能界も含めて下積みじゃない子も有名な芸能界の女の子も含めてまあ当然ね三木谷さんであのばらされ暴露されましたけどまあ本当に各,各事務あ見せてあげるよ、うん、各事務所のあこれはお前多分今聞いてえっってやると思うけど、うんえー、各事務所の マネーージャーを呼んで、えー、これはガーシーさんが言ってることなんで僕が知ってて言ってることじゃないんでこれも一応あの法的になんか向こうが近めんどくさいんでこれ言っておきますけどガーシーさんが暴露したことをそののままま伝えますあのね各事務所のマネージャーを呼んで、えー、デビューしたばっかとか、はい、そういうデビュー前の新人のタレントをバーって並ばして愛人品評会やってたんだ。 まあ俺はね別にあの名前出さないですけどそれよりひどいことが行われてるのはもうねネタ握ってるしそれもう反共なの決められた子はいや君ならわかるでしょ気が弱い子だったら断れないでしょ事務所から言われたらで俺の愛人になったら仕事あげるよまあそれでよくあるやつかよくあるやつですよだから枕っすよ女の子からすれば強制枕っすよ でそこで何か拒否った子はね仕事が全く来なくなるとかねあったみたいですよ。へ<ー>、うん、でまで、あ、まあそんな一例なんですけど、まあ、そういう被害に遭った子たちもの芸能界の子も含めてまあ別にアテンダーでもなんでもない僕のところにも日々情報が入ってくるっていうことはまあ半端ない多分ね一日数百とか下手すら1000件ぐらいの。 まあ情報がガーシーのところには毎日入ってきて更新されてると思うんでそれはネタ尽きないねって感じなんで、うん、まあそれがね港区女子というものででこの方は港区行かないので港区女子じゃないんですよ、うん、私あの,その港区界隈全般的に批判の起こしちゃう人だから、うん、ね嫌だ。 で俺も港港嫌嫌いいの知ってるじゃんなすよだからさ、うん、あの会った当初からそうだけどさそういう話をいっぱい聞いてるから余計になんか嫌いになっちゃうんだよね <laughs> その業界のさ裏がまあ、あそこは近づかない方がいいです、ね、そうただねあの港区だけじゃなくね西宿とかねいろいろな場所にあ芸能人がいるところそこで繰り広げられて一番規模がでかいのが港区で。 で実業家の皆さんも住んじゃってるからもうミッドタウンはじめヒルズはじめまあ他言わないですけどいろいろ住んじゃってるのでまあしょうがないかなって日々港区で繰り広げられていてそれを見てお相手したりただ見てたり、えー、友達がそうなってたりっていう港区で日々活動している働いてる遊んでるどっちでもいいんですけど。 活動の主戦場が港区な女性の方たちをもう今は港区女子とくくってますよっていうお話でございます。そうねもう一人一人に答えてるのめんどくさいんでね。じゃ <laughs> 動画にしようと思って。うん、まあそういうのがね今昔はねパパカズやってるこう港区女子って言ったり。そのイメージがもう今違うんですねだよね。でそういうのはねもう昔から変わんないです。<ー>もう俺が二十代から変わんないです。 ただ今みたいにネットも発達してないし SNS もないしまあ楽しく皆さん遊べた時期なんじゃないですか、うん、今すぐね漏らされちゃうんで、うん、遊びにくいとは思いますけど、うん、まあそういう話でございました、はい、なのでね君も多分あれですよ有名になっていくと 有名な芸能人と仲良くなっていくとその中に港区で活動している芸能人がいたらまあ誘われるだろうし断っても仲良くなればあの人こうだよこの人こうだったよっ今日誰来たよとかっていう情報は君にも入ってくると思いますいや聞いないのに入ってくるの港区女子と仲良くなったら入ってくると思いますだる普通に LINE、ね、とか飛んでくるから、ね、聞いてない聞いてないってなんだけどで <laughs> もいいわ ただ、まあ、一応誤解を生まないように言っとくとあの芸能人とか実業家有名人が全員港区で活動してるわけではありません、うん、一部ですだ結構多いですけど、うん、で雅とか、まあ、まだ売れてないですけど売れてるやつらでも港区を嫌っていてそこで活動しない有名人芸能人実業家もたくさんいますあそうなんだはいへ<ー>なのでそこは安心してくださいというわけでまあ港区女子が要は 情報部員 CIA の諜報部員のようになってそういう女子をおそらく数千人レベルで抱えているガーシーよにはもうあらゆる情報がリアルタイムに入ってると思った方がいいですという感じなんですがまあそれが港区女子ですよっていうまあそれがね昔はだからキャバクラのホステスさんとかクラブのホスクラブのホステスさんとか。 だったんです昔はねでもそれがもういつの間にか踊るクラブとかあと会員制のバーっていうのがいっぱい実はありまして、うん、で今だとねもう指紋認証とかねもう見た目ね何にもただの普通のビルで入り口があるだけで,、うん、でバカって開けたら指紋認証ついてたりとかするんだけどーまあ結構僕の後輩とか仲間も持ってて会員制の秘密のバーを。でそこにあの 芸能人とか実業家とかが来てで飲んだりでそこには常に女の子呼ばれていてでそこで置いたするんですよカラオケしたり芸能人集まってワイワイガ,イガイガイやるための場所なんでで毎日埋まってるわけじゃないし昼間とか暇の時あるんでまあ僕の友達が六本木でとあるビルで会員制バー指紋認証のやつやってた時はまあうちの妻さんがあのね ファン仲間とちょっとライブ後に打ち上げやりたい使えないかなっていうから「この時間とこの時間大丈夫?」っつったら「一生」って言ってで開けてもらってそこでま普段ね普通の人入れないとこだからまそこでなんか23時間カラオケやったり飲んだり食って騒いで「楽しかった」って言ってたけど <laughs> のんき。 <laughs> まあ開けて入るとなんか豪華で、えー、でバーが必ずあってでソファーとか全部あって、えー、カラオケ絶対あってでまあ楽しく飲んで遊べるようにはなってますけど、えー、外から見たら店でも何でもないただのただドアしかないような感じなので分かんないんですけどただ会員の方は指紋登録されてるんで指紋ピッてやったら開きます、えー、会員じゃなければ開きませんだから分かんないですそういう場所はいっぱいあります、えー なのでね、まあそういうい感じでで、そこに当然さ呼ばれてる女の子とかそこと何て言えばいいんだろうなでもあんまシステム話したくないんで、まあ、そこの会員制バーをやってるオーナーとかと仲良くてもう常駐というか有名な人とか来る時は「入って」って言ったら「いいよ」って言って入る子たちはもう日々見てるわけだ。 目の前で繰り広げられてることをかだからまあそういうのを港区女子というわけなんで、うん、そうならないようにね。く頼むぜ、はいうん、というわけで私はドランしはい今んとこ周りにはそういう子いないと思いたいけど <laughs> 今んとこねいないから私周りはまだね平和です。もう地元ししかないやつらしかいないかななららいい <laughs> みんな地元で飲みたくないとかのばっかだからまだ暇かなって思いますはい。まあね私もそれだけだからなあんまり好きあんまとかも結構好きじゃないからなそういう子たちとはもう関わこたくないなって思いますはい。今日もありがとうございましたえー、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあねん